ブフフ。グッフッフッ。ちげえよ。スイッチを見つけたぞよ。嘘。うわあ。なるほどな。敵 FOE に見つかりました。敵 FOE から逃げることに成功しました。大変だよ、 FOE に追いかけられてる。バッチリ FOE から逃げ切ったよ。うわー、 FOE が出たよ。よかった、もう追ってこないみたい。バッチリ FOE から逃げ切ったよ。FOE 地下！危険です！なんとか撤退してください！まずいですね、こんな時に。大丈夫か？レイ、怪我はないか？平気。みんなは？はぐれたようだ。ここには私たち三人しかいない。どうしよう。おーい、そっち聞こえるか？ジュンちゃんの声だ。扉の向こうから聞こえたよ。誰か負傷したのか？いや、みんな無事だよ。だけど閉じ込められたみたいだ。ユーカリッチなんか怖がって助けてジュペーって泣き始めちゃう。あれだった、ユーカリッチグルはねえだろ。聞こえる？扉が閉まってて出られないの。そっちから開けられない？
扉の横に装置がついてる。これカードを当てると扉が開く機械。カード、それが、お医者さんが持ってる。つまりそのカードがなければ扉は開かないのか。装置の数は3。この扉を開けるには3枚のカードが必要ということか。それしかない。扉は頑丈だ。破壊するのは不可能に近い。カードがあったら開くんだね。じゃあすぐに探そう。まずは調べてみる。君たちはそのまま。分かった、おとなしく待ってるよ。バッチ来いです。みんなを助けるからね。では行こう。起動装置か。とすると、やはりそうか。同時にこの台に乗らないと開けない仕組みだ。扉の奥を調べるならここに二人残ることになる。ダメだ、ここにいろ。代わりに私が行く。じゃあ私が台に乗るね。あれ、開け、ごまだれ団子。そうか、例の体重では軽すぎて反応しないんだ。一人にはしない。ああ、私が行けばカードが見つかる。レイ。あ、私行く。助けるって約束したもん。ダメだ、危険すぎる。レイを一人にはさせられない。私が行かないとみんなあそこから出れないんだよね。私たちがここから指示を出す。レイは、そこからいっぱい話しかけてね。意地悪したら焼き鳥千本飲ませる。むしろ飲むからね。わかった。無理はするな。危険を感じたらすぐに逃げるんだ。
きます。例の気配なら多少離れていてもわかる。彼女の位置は私が把握する。君は例へ行動指示を出してくれ。レイ、中はどうなっている？慎重に行動しなければ迷いそう。レイ、君が混乱しないようにできるだけ簡単な指示を出す。まっすぐ進んで壁にぶつかったり危険を感じたらすぐに知らせてくれ。